i ン i o ー「ゴミ収集清掃員とお笑い芸人の二足のわらじを履く、えー」滝沢秀一さんですけどよろしくお願いしますあお願いいたします今日はでもゴミ清掃のお話ということでそうですねゴミ清掃員としてやってきましたねはい、えー、今日はあのお笑いとしてはもう全く活躍しないと思いますがはいえー ぜひあのゴミ清掃員のことであれば何でも聞いてください。はいあのあんまり別に聞きたいことは,ことはいやそんなことないでしょう。えどう何個な,なぜそも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 のこととかいろいろあるんじゃないですか。<laughs> 聞きたいこと 今僕はちょっと驚きましたけど今ゴミ清掃員 <laughs> 意外と奥深いもんですよゴミ清掃員って面白いですよですいやもう大変だなというふうにそうですやっぱりハードワークにはハードワークだったりとかしますね、えー、だから僕今ゴミ清掃員として7年やってるんですけど7年も1,2、はいはいえー、年ぐらいはやっぱり大変でした体があのー、言ってみたらもうずっと走りっぱなしだったりとかするので、はい、え結構ねもう目目とか真っ赤になったりとかもうするぐらいハードワークだったりとかするんですよ、えー、その昔 あの黒いゴミ袋だったじゃないですか、結局清掃員が事故を起こしたりとか怪我したりとかそう、っていうそういう理由で今遠目に半透明じゃなければもう回収できないという風になってますね。すね結構 危なないい仕事ででもあるじゃだから例えば不燃ごみ回収ってのは燃えないごみあるじゃないですか、ええ、あれとか持ち上げた瞬間にやっぱり包丁とか飛び出してきたことかありますね包丁が <laughs> 怖いですよだから僕なんかねごみ清掃員やる前から言ってみたら包丁とか捨てる時はなんか新聞紙とかくるんだりとかするじゃないですか、ええ、そういうのなくもうそのままダイレクトに入れて。 ってね、そのまま出されると結構持ち上げた時に飛び出てくるんですよねはい、はい、ですよねめちゃめちゃ怖いですよだから <laughs> なるほど意外とだからね、あのー、皆さんに知ってほしいのはもう自分の捨てた後のゴミとかでも、えー、あ回収員が回収するんだって一個なんか思ってくれるとねありがたいなと思うんですけどね、えー、いや意外と僕はそう思いながら捨ててますけどねあいやそれはありがたいです本当に迷惑かけないようにっい,いや嬉しいですね、まあ、その中でも結構やっぱり危ないものが そうですだから僕がもうねさっきでねもう気づいたことがありまして可燃ごみの中に<い>あのタオルでぐるぐる巻きにされたあのスプレー缶みたいのが入ったことあるんですよねはい、はい、こうなると意外とだからタオルでぐるぐる巻きにするっていうことはいけないことだってらのは分かってるはずなんですよ。はいはい でもで、ね、そのまま出すからもう清掃員のことなんか関係ないみたいな感じで出される人も中にはいるんですよね。はい、結構それがだから言ってみたら回収するときにあの回転板ってウィーンってのがあるじゃないですか、あれとかに挟まると破裂したりとかするんですよ。結構清掃員の身が危ないというか、はい、結構100円ライターと一緒に出されると燃えてしまう車とかあったりとかするんですよね。燃えちゃう。そうなんですよ、<う>あの清掃車自体が燃えてしまうんですよね、<う>ガスと火で。えー、そうなるとあの清掃車って高いんですよ。 1000万ぐらいするんで1000万もするんですかそうなんですよあの臭いトラックが臭いトラックなんですけど <laughs> これでもみんなの出した臭いゴミですからねそれを回収しているってことなんですけどもあれちなみにどれぐらいのゴミがワントラックで都内で回ってるのっていうのはだい大体1.6トンから8トンなんですけど最大で2トンですね 2>, 2, ト2トン以上積んじゃうともう化石載になってしまうので、はい、それ以下っていうことですね要はまあゴミを潰して潰して詰め込むわけですよね圧縮して、はい、圧縮するということですけどすだから意外とだから一般の方っていうのはあの清掃車パンパンになったらそれをゴミ 見捨てテって言いますか、はい、その清掃工場って言うんですけど、えー、そこに捨てて終わりだっていうふうに思ってるんですけど、それをね、実は一日六回繰り返しんですよね。六回。はい。はい、で合計だから二トンと考えたら十二トンぐらいですね。あ、そんなに。一台で一日。積荷してるわけですか。はい。<う>そのぐらい回収するっていうことですね。でワントラックで二人いつも回ってますよね。えっとか可燃ごみだと三、えー、人になります。運転手を含めて。なるほど。はい。 えー、だからそうですね、もう一人の相棒と一緒にその回収してますね。なるほど、あのー、意外にこう捨ててる人たちが勘違いしてる、今あ<ー>燃えるゴミ燃えないゴミみたいな、ありますありますえばペットボトルっていう資源があるんですけれども、はい、ペットボトルはペットボトルで出すじゃないですか、えー、よく間違えてるのはあの、シャンプーの容器みたいな、あれ、一見、ペットボトルと思われるじゃないですか。まあ、プラシックのボトルだから ただです、ね、あのあれはリサイクルの方法が違うので、はい、あの飲料のペットボトル以外は実はあんまり入れてほしくないってことなんですよね。そうなんですかそのシャンプーの容器とか出てきたら僕らはそれをゴミとして扱うので自分の手で分けるんですよね<ー>回収している時に。 でもそれを素人が見てどのプラスチックがペットボトルでペットボトルでない,いで、ね、っていうの難しいでですよねそうなんですこれだからこそ僕が今いろんなところでいろんなラジオ<ー>テレビとかでこれは違いますよっていうのまず知ってもらうってことが大事だなと思ってますね。 後ろに書いてあるんです、あのー、言ってみたらい、ペットボトルだったら、ペットって書いてあったりだとか、あとはプラスチックだったら、プーラっていうプラのマークがあるんですけど、プラってマークがついてたら、それはペットボトルではないので、あのー、やっぱり、 プラ,えー、プラ資源っていうのがある地域にあるんですけれど、うん、そうじゃなければ可燃ごみの方で出していただければ結構です、ねあ。普通に燃えるごみで出しちゃえばいいということなんですけ、はい、意外と難しいですよねそこら辺ね。勘違いしてました。ね<え>全部もうペットボトボルで一緒に ていましたけどそうですよねあと弁当の容器とかもねそういうのもなんかペットボトルと同じような材質だからなんか同じくリサイクルされてるんだろうってうんですけどあれはもう僕らがやっぱりその手で回収してゴミの方に分けたりしますねタッパーウェアみたいなそういう系も違うということでそうです卵のパックみたいなのもねそうなんですよねはい。 垣間見える人間性っていうのはなんかああいやでも結構んですありますねだから、あのー、例えば、えー、色紙みたいのとかあったりとかするじゃないですか色紙、ええ、それになんかお別れでなんかどこ行っても元気でねみたいなことが書いてあるような,なんか、はい、あ,ああいうのあるじゃないですか <laughs> あれがね 早速捨てられてたりとかするんですよ。<laughs> それね日付見てみたら2日前だったりするんですね。<laughs> もらってすぐ捨てるんかいっていうのはやっぱりあったりとかしますね。えー、ど,これどういう人間性なんだろうなっていうのもあったりとね仲良くなかったんですかね。嫌 <laughs> でやめたのかもしれないですよね。例えば居酒屋のバイトとかでね。えーえー、そういうのがあったりとかしますね。あとはずっと友達って書いてあるプリクラが捨てられてないとか。<laughs> <laughs> えー、捨てるんかい友達じゃないんかいみたいなのはやっぱりあったりとかしますよ。 見ながらです、ね、やっぱあの地域によってもゴミが出るのってやっぱり違ったりとかしますんで。はい うんそこら辺はやっぱりちょっと興味深いところではありますね。えーえー、例えば高級住宅地とやっぱりそうでもない一般的な庶民の地域ではやっぱり出るゴミが違いますね。はい、やっぱりゴミも高級。えっとねこれが意外と高級というより思考の違いを感じたりとかするんですよ。ほうどういう違いなんですか。例えばえっ、ー、と金持ちの地域は意外とタバコのゴミが出なかったりとかするんですよね。うん。でそうでもない地域は結構大量に例えばペットボトルに水入れたあのー、まあ水ガラみたいなの結構入れるじゃないですか。あんなんとかがね。えー あのそうでもない地域からよく出てきたりだとか、はははあと金持ちの地域はね、あのー、健康グッズみたいなのとが多いんですよ。健康グッズ。はい。<ー>えっと一時期流行ってた健康グッズみたいなのがえっ、ー、と流行が終わってえっ、ー、とそのまま粗大ごみで捨てられたりだとか、はい、あとねそうでもない地域はえっ、ー、とね栄養ドリンクが多かったりとかするんですね。えー、栄養ドリンク。うん。これがだから何を言えるかって言ったら、意外とお金持ちの地域。 あのーまあ、健康志向っていうのもあるんですけど自己投資ししてることとが多かかったりとかしますね<ー>自分に対してお金をかけている,るあの高級美容液なんかもそうですし<え>テニスボールなんかもよく出てくるんですよ。ということはなんか自分に対してお金を使ってるなーっていうふうに感じるんですけど,どそうでもない地域で言えばあとはですね、まあ、栄養ドリンクなんかはまあ嗜好品なんで、まあ、言ってみたら。 1回にね、あのそんな大したお金じゃないですか、1本150円とか、それを毎日毎日飲んでると、結構なお金の量になるじゃないですか、<ー>だからまあ、小さな消費が結構大きな浪費につながってたりだとか、<ー>そういうのがなんか見えてきたりとかするんですよね、<ー>あとはですね、あのー、握手券付きの CD ってあるじゃないですか、はい、あれがね、そうでもない地域から大量に出てきたりとかするんですよ。<laughs> <laughs> となると、そうなんです。だけで、あとは CD は捨てちゃうみたいな,な。捨てちゃうんですよ。その切り取られてね。ははとなると、そうでもない地域は他人他の人になんかお金をかけてるんだなっていうのはやっぱりちょっと読み取れますね。なるほど。えー、ちなみに CD は普通にええ、もうええ。これはね可燃ごみで大丈夫です。でですまあ地域にもよりますけれど、はい、大体今は可燃ごみの方が多くなってますね。<ー>うん、あの清掃員として捨ててあるごみとかを自分で キーーープすすするっていうのはルルルル違違反反ででよねなんこれやったら一発でクビになっちゃいますねでも捨ててあるものとか偶然お金があったりとかそういうのはないですかお金はないんですよねこれが不思議なもんでだからおもちゃのお金みたいなのあるじゃないですか子供が扱うような遊んでるようなあれを見た時にやっぱりドキッとしますよねあお金だと思ったらおもちゃかいっていうのはよくありますよやっぱお金はあんまりでも聞いたことないですねなるほどでも なんか高級なものが間違って捨てられたりとかしてるっていうのはあるんですかあすこれはやっぱり目利きが利く人であればレコードとか大量に捨てられてたりとかすると音楽の好きなやっぱり作業員とかあこれとこれとこれはすごい価値あるのにみたいな感じで言ってたりしますねえでもしょうがなくそれはもう捨てるしかないんですよねもう僕らが持ってっちゃだめなんですよ。本当でですすかそうなんですこ,ここだけの話と思うでしょ <laughs> 首の方が怖いんですよ <laughs> <laughs> ですよね。んかあの今までの、えー、そういうゴミを収集してなんか変わったものが捨ててあったとかっていうのはあ僕はね高級住宅街を回収していてある一軒家なんですけれど、えー、周りにお店屋さんとかも何もないんですよ。でそのポリバケツを持ち上げようと思ったら持ち上がらなかったんですね。うん めめちゃめちゃゃ重かったんですよ、はい、でもう一人の作業員と一緒にあげてくれってせーので、あのー、その収集車の中にバッと入れたら90えのきバターだったんですねバターって分かりますあの調理してあるえのきバター<や>えのきをあのバターで炒めてるえのきバターっていう料理なんですけどははあれが90リットルの全部に入ってたんですよ。 はあ、でまあ匂い嗅いでもえのきバターだし見た目もえのきバターだし、ええ、これもう間違いなくえのきバターだともう一人の作業員と確認をして、はい、で一体何だと、えー、えのきバターパーティーでもやったのかと、ええ、でもえのきバターパーティーってまずなんだっていう話になってくるじゃないですか。<laughs> ですよね。<laughs> でまあ じゃあえのきバター専門店の、まあね、店主かなんかな,のかなと思ったんですけど、えー、周りにお店も何もないんでわ、はい、からないんですよねこれまたピンポン押してこれどういうことですかって聞くわけにもいかないんでいろんな人に僕話をしたら芸人の人がね、えー、やっぱちょっと発想力すごいなと思ったんですよ。はい、YouTuber じゃないかってほう 大量のえのきバターを作ってみたみたいな<え>なんか撮影かなんかしてそのまま捨てたんじゃないかなっていうのが今有力な説ですねでそうですか、えー、<laughs> これでも本当に謎ですねなん、はあ、<ー>なんでしょうねまあその可能性もなきにしもあらずみたいな、うん、そうですねです <laughs> そんなに大量に出てきた おだからいまだに謎ですね、えー、例えばバナナの、ね、中身あの皮むいてあるやつだっけ、うん、それがなんか20本とか出てきても考えてもらう意味がわからないですよ皮だけ欲しかった皮だけ欲しかったっていう状況あります今までいやーそ,それこそなんかコンとかなんかで使って使うとか人を転ばすのにの人を転ばすのに何か使うことありますかね、えー、中身はいらないぞっていう。 そうすか逆だったらわかりますけどね。そういうこととかもあったりとかして、結構謎のゴミはやっぱあったりとかしますね。意外とだから、ゴミってなんかもう物語ってるというか。えー、そのゴミって嘘をつけないじゃないですか。えー、言ってみたら、まあ。生活の縮図みたいなこととかあったりとかするんですけど。はいえー、あのー、会社のゴミとかも結構ね、あの回収することもあるんですよ、僕は。はいえー でやっぱり会社によっては分別してるところもありますしもうぐっちゃぐちゃに入れてるところもあるんですよ。うん、でこれが、えー、僕7年間ぐらいやってるんですけど6年目の時に気づいたんですけど大体分別してない会社がね6年以内に潰れてたりとかするんですよね。<laughs> これなんかちょっと分かるような気もしません <laughs> なんか分かりますね。なんか何かありますよね絶対ね。<ー>そういえばああのゴミ出なくななくっったなってあるんですよ<ー>で例えばね上司の人がいい加減で部下の人もそれを真似してるだとか。はいはいはい あとは表ではいい,いい顔をしてサービスもやってるけど、はい、裏は別にどうでもいいと思ってるような会社なのかなるほどあとは愛社精神がないとかね、えーうん、なんか自分がね自分の会社のこと好きだったらあこれゴごみ出したらどう思われるだろうなってやっぱり考えちゃいますもんね。昔レストランで学生時代バイトしてるときに言われたのがやっぱりあの。 レストランでトイレが汚いところは注意した方がいいとトイレも汚ければ裏もねキッチンも汚いんだろうっていうところを考えるみたいな,<ー>なんかちょっと通ずるところありますよね。なんか 今の話を聞いいて思い出し,ましたけど、ね、だから僕なんか SNS やってて、うん、まあ言ってみたらいろんな人がいろんな情報をくれるんですけど<ー>あの不動産屋さんが僕のところにこうリプを飛ばしてきて、うん、まず地域を見るんであればコンビニを見なさいとは言ってましたね。<ー>でコンビニのゴミ箱を見て家庭ゴミが捨てられたらそこの地域は上品な地域じゃないみたいなことと上品なななな地域ではないないいいっていう <laughs> だから意外と集積所を見ると。 あの治安とかって分かったりとかしますね、僕はその経験上、一般的に治安の悪いって言われてるところって、やっぱり、やっぱり汚いですね。なるほどうん、でも最近、コンビニもゴミ箱を外に置かなくなりました、でも中に入ってまで家庭ごみ捨てるって相当ですよ、相相当ですよ、ね、相当でですすよよ根性もありますし、はい、なるほどね。えーえーえー、あのー まあ年末に向けてみんな大掃除とかをするわけですけど、はい、えそういう方に対してのなんかアドバイス そうですねあです、まあ、結構前、前もってやっていただけるとありがたいですよね、うん、あの年末とか迫ってくるとみんなぐっちゃぐちゃに入れたりとかするんですよ<ー> <laughs>、うん。そうなるとやっぱり僕ら意外とね、あのー、言ってみたら何でもかんでもボン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 、ね、清掃車の中に入れてるわけじゃなくて、はい、持っていけるもの、持っていけないものを見分けて結構手で分けてその回収してたりとかするんで。はいあのー いいいいろろちょっっととと分別しててたただけるとありがたいかなとは思ってますね意外と最近で言えばリチウムイオン電池っていうのが結構危ないって言われていてはい、はい、それはどういうのかってったら携帯電話とかの入ってる電池みたいなものとか充電器とかに含まれているものなんですけれどそれがもうあの回転板で挟まれてちょっと圧縮されるだけで結構火が出たりするんですよね、えー、爆発とかするんでそのちっちゃいからっつってあの可燃ごみの中にボンと とかって入れないでほしいななんて思ったりしますね。えー、火がつく可能性も。あるということですか、ね。ありますね。こう、清掃員の怪我とかなんかっていうのは。 どう年間通してどどれぐらいどううでしょうね細かいのを合わせりゃあるでしょうけど例えばね住民さんの出された竹串なんて別にね何気なく捨ててるでしょうけど意外と刺さったりとかするんですよねははは、うん、でそこから破傷風とかになったら怖いので意外とね一回回収して,てすごいなと思ったことがあって、えー、これもうプロの主婦だなって思ったのがティッシュの箱あるじゃないですか空き箱。空き箱はい、はい あれれれの中にをまとめ入たんですよそうなると圧縮されたとしても型紙だからね結構飛び出てこないんですよね。これはだから僕ら清掃員のことを思って出したゴミなんだな優しさを感じますよね。牛乳パックとかでもありますけどねたまにね牛乳パックの中に入れて牛乳パックの中に入れてこれありがたいですね。なんか日本での ゴミ問題でななんんかか感じるところはなんかあります僕はもう断然食品ロスですねもうやっぱり食品ロスといってま、えー、まだ食べられるののに捨ててしまうゴミのことですね<ー>、うん、これが結構ねやっぱりすごい量が出てくるんですよ例えば弁当の食べ残しにしたってそうですし、えーえー、カップラーメンも汁ごとなんか捨てられたりとかするんですよねまあ麺とかも入ってたりとか、えー、あとは僕が回収した中ではえー コシヒカリ、えー、結構高い、ね、お米とかも、はい、封を切らずに、ええ、え意外とそのまま捨てたりするんですよね。<う>で秋口は、えー、もうなんか賞味期限切れだからっていうわけでもないでもなかったと思います、ええ、確か。<う>で、えー、と秋口になると本当に普通にお米ってバン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 捨てられるんですよ。ええ、なんでかなーって思うとその頃に新米が出るから古い米いいやつって捨てちゃうんですよね。ははははで 結構、その量が多くて、えええー、やっぱりそのゴミにを見てても、やっぱり感じることはありますね、ええ、この金を払えばなんかもう、自分のものだから捨てるのも勝手だろうって言ってるように見えたりとかするんですよね、うん、食べ物に対して傲慢だというか、はいえー、謙虚さがないななんて思ったりとかして、ええ、捨ててることに多分、罪悪感自体もないのかななんて思ったりとかしますね。うん まあ食べ残しうちも捨てますからね特にうちの娘たちとかなんかもう半分ぐらい食べてすぐ捨てるみたいなこれでもねあれらしいですよ首都家庭で大体ちゃんと食品ロスっつって食べられるものを全部食べきったりとかすると年間で6万円節約になるらしいんですよ6万円分大体みんな捨ててるらしいですねなるほどねへえそうですかまあでも時代も変わりましたからね時代は変わりましたよね えー、両親の時代っていうのはねやっぱり残さず食べろとかそうですねやっぱりちょっと頭叩かれたりとかねしましたよね、えー、なんで残してんだっつって。 大量ね、食料ってまあ特に日本なんて余ってますからねねそうですよどだから意外と勉強してみたらね言ってみたら、ね、メーカーさんとかもなんかパッケージが変わったっていうだけで中身は全然、ね、古くなってないんだけど、えー、もう売ることができないっていうことになってそのままなんか捨てちゃうっていうことがあって意外とだからあれなんですってね、あのー、日本は643万トンですか、はい、食品ロス。 すごい大量なんですけどどんだけすごいかっつったら世界炎上食料っていうのがあるんですけどそれが炎上ですね炎上食料っていうのがあるんですけどそれが世界の人を助けようと思ってるのが320万トンなんですってだから倍以上僕らは食べられるものを捨ててるんですよね。なるほどあと思うのは日本って今思い出したんですけどアメリカから日本に 映った時に日本の食料とか洋服もそうですけど一つ買ったらすごいゴミが出ると例えば T シャツ1枚買っただけでピンがついてる段ボールはついてるビニール袋はついてるアメリカで要は T シャツ1枚買うと T シャツもうタグぐらいを切って捨てるちょっとしたゴミなんですけど日本だと ドンと出るっていう,うよ過剰放送って言うんですけれどれ未だに変わってないですね変わらないですねでスーパーで物を買って気がついたらゴミがもう いっ確かにそうなんですよこの間もんかお土産であれもらったんですよあの羊羹みたいのそしたらまず羊羹を包んでる紙袋が出ますよねで中箱を出しますよねで紙が包装されてますそれを剥がしますよね中の箱が出てきますよね箱を取り出しますよねで羊羹もう1個ずつパックされてるんですよ羊羹にたどり着くの4回ぐらい4回ぐらい虫ってあれも異常ですよね見た目はいいんですけど ねえー、出るゴミがすごいなっていう、えー、そうですね、えー、なんかそのままでもようかボンと渡してもなんかあもてなされてるってい感じもしないのかもしれないですよね日本人ってねまあだから食べ物じゃなくて衣類も衣類も,もう大量にゴミが出るのでそうですよね今は安く買って 最近僕はだから行く時に箱はいらないとかもうお店に捨ててもらうっていうことをしてるんですけど、うん、いそれがでもねあのみんないらないいらないっていうふうになればもうみんなもそのね店側もう包むこともしなくなるんで、えーうん、意外とだからレジ袋とか断るのとか意外と効果あんのかもしれないですね。なるほどまあ、お笑い芸人とゴミ、はいえー、清掃員の二足のわらじをまあ履きながらそうです、ね、今後はどういう活動を、はい もううずっと二足のわらじでででくんすすかそうですね僕はもう一生清掃員でやっていこうかなと思ってるんで <laughs> そうなんですか <laughs>、うん、いやあの清掃のなんて言いますかねちょっと本質みたいのを突き詰めてゴミ道を突き詰めたいなと思ってましてでそ長年やってるど,どっかランクアップしてマネジメントみたいな ああそういうのもありますけどやっぱり僕は現場に出てゴミ回収したいですねうんどやっぱり人が見えてきて結構面白かったりとかするんですよ。<ー>うんゴミ一つにしてもなんか嘘ついてね、あのー「回収に来てねえぞ」みたいなこと言うんですけどやっぱりゴミ見れば「はい、あこれゴミ回収来てねえぞ」って言ってるのは嘘なんだなってやっぱり分かったりするんですよ。うんそういうのとかねやっぱり人の心の動きっていうのがやっぱり面白いんで<ー>やっぱり現場に出たいなと思ってますね。 滝沢さんは本も出してるそうではいそうです、えーえー、私はですねゴミ清掃員の日常っていうのは漫画なんですけれども、はいえー、これをですね講談社から出しております、はい、でこれを僕があのー、ちょっとアイデアを出して、えー、で妻が、えー、作画をやっております<ー>はい。なるほどでもともと僕の妻は別に漫画家とかでもないんですけれど、えー、あの一から漫画の勉強をして、えー、そのまあ言ってみたら作品を作ったという感じなので、はい、ぜひとも皆さん見ていただけたらありがたいなと思います なんか今後のプロモーションとかあります、うん、そうですね、えー、とゴミ清掃員の日常と、あと、ゴミ行くっていう本を出してます。すね。はい、これがです、ね、クイズ形式で、子ども向けで、僕は子どものうちからやっぱりゴミのことを勉強するべきなんじゃないかなっていう結論に達したので、こっちの方もチェックしてくれたら嬉しいですね、えー。ちなみに今、東京のゴミってどこに捨てられてるんですか えっと集めて清掃工場で燃やしてその灰を最終処分場つって、えー、まあ言ってみたら東京湾ですね。埋め立て地ですね。して今でも使われている。使われてます。ここの寿命が最終的にあと50年しかないです。あと50年。50年。<ー>まあ言ってみたら他の市で言えば10年のところもありますし30年のところもまあいろいろあったりとかするんですけれどこれを全部合わせると大体平均するとあと20年です。 そうなんですか20年であと一杯でもうあとどうしていいか分かってない状態ですね今後どうするかっていうのはまだ決まってないです未定ですなるほどあのその昔ここから近いゴルフ場のワカスリンクスって知ってますあそこ分かんないですはい要は結局埋め立てでああゴルフ場ゴミを捨ててその上にゴルフ場を作ったってことで最初に オープンしたのもう何十年前ですけど最初に行った時に「タバコを吸うな」っていうふうに言われてまだ下のゴミからメタンガスが出ているから爆発の可能性があるということで怖いゴルフ場ですね最初にオープンした頃気にメタンガスが出てるところであんまりゴルフしたくないな新木場新木場なんだえー、もう完全にゴミの埋め立ての上にゴルフ場を作ったっていうだからね埋め立て地を作ればそういうことあるんですかゴミ ゴミ捨て場がそうやってガスが出るっていうメタンガスは出ますはいやっぱり出るんですかえっとだからちっちゃな煙突みたいなの立ってたりとかしてやってますよねはいはい、はい、それを逃してるわけですかそうですうだから意外と知られてないのがあそこにも雨降るじゃないですか、えー、でゴミを通すとその雨,雨水も雨水も、えー、あの。 お水になるんですよね汚い水そうなるとそのまま下水道に流せないので一回きれいにしてから下水道に流すんですけどそのお金が毎年毎年26億かかるんですよ26億はすごいですね1年でですよそれだけゴミを出すとやっぱりそれだけお金がゴミを維持するっていうことですよねそのお金がかかるってことですねなるほどすごいですねすごいですよね い<ペー>いやいやありがとうございました。